何好きだから6時にしない、うん、もう6時にしよう、うん、はい、来た、勝った勝利テンションが消えてしまった。雑談しましょう。どうしよう。いや今日はありがとう、ありがとうございました。どうですか、残り30分はね、雑談を。何こいつ、すごいなんか腹立つこいつが何その感じすごい元気じゃんお前、なんだろう、いや何その汗拭く感じ、なんかやっぱりやりきったよねみたいな、俺全然やりきってねえよお前。ツアーファイナル何どこで今始まってるツアーファイナル何やりきってね。はい。いやもうこれが最後かって思うとちょっと思うところもあって。ね、何言ってんだよお前もう。この3日間。あ、はい。一緒に楽しんでくれたね。ファンのみんなにも。みんなのために言ってんだよ。俺お前らのために言ってんだよ。俺ら2人でお前らに届けようと頑張ってきたじゃないか今まで。な。それっぽいんだよ。俺ら二人でな、俺ら二人でここまで来て、ここまで俺らだけじゃねえよ、こいつらみんないいんだよ、支えてくれたみんなと、そうだよ、ずっと見守ってくれたファンのみんながずっと僕ら二人の力になってくれて、こんなステージじゃ終わらせたくねえんだ俺ら、お前らの心の中に残り続けるようなそんな歌詞を今までずっと書いてきただろう、そうだろう、誰だってつまずいたりね、してる中でそういう人たちを助けたいっていう思いで僕たち二人ね、あの小さなライブハウスで動き始めて、ついにここまでやってきて、本当だよ、ここには埃じゃない、埃だらけなあの部屋じゃないんだよ、埃の代わりにお前たちがいるだろちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと失礼じゃないですか、ほこりの代わりはちょっとちょっと失礼ですね、もうやめよう、目が出したバカか、まとめられねえなと思ってさ、どうしようってなっちゃった、どうやって収集つければいいのか分かんなくなっちゃった毎回癒したぞ分かんねえぞ俺マジでほこりの代わりですどうぞよいや、今日一日楽しかったよ、うん、このみんなのおかげだよ、なんでお前お前がやれみんなのおかげだよ、なんだかんだここまで頑張ってこれたのはこのお前ら二人とみんなのおかげだよ、辛くてもやってきたよな、どうだどうだ答えてくれよあいつらーあいつらーこういうことなんだよ、わかるかお前つらいだろ、はい、始まりましたザ・ディ・ラジオ、ほんま5時半から、ね、10分ちょっと遅刻してしまいましたけれども残り20分精一杯ね、盛り上げていきたいと思います、今日のライブも最近ちょっとザビ君がねもうちょっと大変そうで、もうねもうなんかプライベートの方が忙しいみたいで、なんかこういろんな人と会ったりね、なんかいろいろあったみたいだけど、どう最近なんかそういうの大変なんでしょう、ちょ僕わかんないけどさそういうの、いや本当にねもう本当に大変だよ、もういろいろ仕事忙しくてね、やっぱりさイラスト描いてるとさもう本当にそういうことたまに起こっちゃうんで、やっぱりそうなんだ、やっぱり描いたりしてるみんなは分かると思うんだけど、
やっぱりここに心に来るところがあってさ、やっぱり、ね、なるほどね。ちょ僕そういう、うん、そういう世界のこと全く知らなくて、あやっぱりそう、はい、やっぱりそうザビ君みたいなね、うん、感じの子がね、やっぱそういう悩み抱えるんだな、ちょっと意外だったな僕。まあそういうところもあってね、やっぱり夜型の人がそういうの多くて、あやっぱりそうだ、うん、僕もね知り合いのねナッチ君って子いるんだけど、その子もね昼はね騒音とかうるさいみたいで、夜の方が集中できるって言って、いやそうなんだよ本当にね、なんかインスピレーション湧くよね。そうそうなんですよ。でね今日ですね、はい、特別ゲスト、そんなね、はい、さっき紹介したナッチ君がね来てくれてるんですよ、おぜひ会いたかったです。お願いします、ナッチ君です、どうぞ。あどうもこんばんは、おはようございます、ナッチです、はい、おはようございます。おはようございます。まあ現在5時40分をね目の前にして、はい、そうですね、ちょっとこのザビーラジオに呼んでいただいてすごい光栄でございます。はい、ちょっとパーソナリティ僕なんですけれどもね、まあ、この企画としてはね、まあ、ザビ君をお呼びしてザビ君のね、こう日常に迫っていこうっていうテーマでねちょっとやってるんですんでね、はい、ちょっと今日10分遅刻してましていや申し訳ないんですけれども、残り40分もありましたね、ちょっともう前に巻きになるんで、もうあと1分でね、ちょっと締めていきたいとね、思いますんでね。はい、ちょっとすいませんね、ちょっとね。お俺、話す時間ねえじゃねえか。あ、こんにちは、もう。こんにちは。あ、もう、お会いするのは初めてですよね。いつも動画、お見せさせていただいて、本当に面白い動画、はい、あの、そら毎日更新されてね、本当に大変だと思うんですけれども、まあ、ぜひ、あの、今度スタンプ、あの、一緒に制作できたらなと思うんですけれども、はい、はい、どうですかね。そうですね、ザビさんのスタンプを、はい、作る。あもうぜひ、共同作業で。なるほど。はい、どうですか。あ、もう終わりみたいですね、はい、はい、はい、ありがとうございますね、さすがですね、やはりね、まあ、その2人で協力してね、これからスタンプ作ってもらいたいと思います。はい、今日はありがとうございました、ちょっと巻きすいませんね、どうもナッチありがとうございました。あー、さよなら。そっかっすね。何これ。こっちが聞きたいよ。クソカスラジオだな。ザビに迫っていくの。回数重ねれば重ねるほどザビのプライベートがむき出しになってくる。やだー、ザビラジオで俺の素性が知られる。適当すぎるな、マジで。最近忙しいということがバレてしまった。